こんにちは、こんばんは、レイです。てからの今日も始まりました、独身男のブログ動画ということで、でまあいろいろね、本校祭が終わりまして、いろいろなね、思いがありますけれども、またね、心機一転、一回リセットして頑張っていかなければなりませんので、やっていこうと思います。今回ね、上げる動画は、まあその中でもね、なんか結婚した後に、口座とかね、その辺の、なんかものをどうするのかっていうのがね、ちょっと疑問に思いまして、既婚者の方だったら、例えばうちの家庭はこうやってるよとかね、口座が別で家庭用の1個作って、そこへなんか入れて貯めてるよとか、あとはもう一切合切一緒にしてるよとかっていう意見があれば、ぜひねちょっと聞かせていただきたいなというところと、あとはその婚活中の方、あとは彼氏彼女いる方は、結婚した場合どうやっていくつもりなのかなっていう、ね、そのお金の管理みたいなところをね、聞かせていただきたいな。そのまあ多分結婚しない方たちは希望があるわけで、こういうふうにやりますよ、口座は別で分けてやっぱりね、行きますよ、それとも口座一つにしてやっていきますよ、それとも家族の口座っていうのを作って、まあ、そこでやっていきますよっていう方もね、いろいろいると思うんで、まあ、どうやって皆さんやりくりしていっているのか、またはやりくりしようとしているのかというのをね、知りたいなと思って、まあ、純粋な疑問の中から生まれた今回の動画になります。で前回のね、女性も言ってたのは、もう一つの口座にして全部ね、お互いの給料が一切合切一緒にして、なんか生活をしたいというなんかね、ことはね、言ってましたね。これ結構人それぞれでまちまちなんだけれども、あとはね、なんでそのじゃあ一つにするかっつったら、同居人じゃないんだから、夫婦だから、まあ、別れるというのはあまり考えないで、そういうふうに一緒にこうね、通帳を一緒にしたいという希望を持っている方が実際いましたよと。いう話 であとはそうだよね、まあでも終わることを考えてしまったら全くね、何事も話も進まないんで、まあでもね、リスクっていうのを考えるべきだっていう人もいるだろうし、そんなの考えないでなんかやっていけばいいんじゃないかっていうね、あの方もいると思うんですけど、でカップリングになった場合ね、前カップリングになった女性の方は、友達の夫婦が実際やっていたのは、まあ、だんだん結構金は取ってるみたいで、まあ、多分手取り40万とか、あったりして、でなんか、ね、20万ぐらいボンとよこして、あとよろしくみたいな、もう全部やりくりはその金額でみたいなことで、お互いに通帳別というか、もうね、本当に別ですよね。でその、まあ、現生だけ毎月投げられると、給料日の時に投げられてということで、でその旦那がじゃあいくらもらってるとかね、ボーナスがいくら入ったとかっていうのも全然わからないらしいです。通帳もよこさないっていうね、見せないという過程で、まあ、実際結婚生活を続けているという方もいましたね。まあ、多分収入がね、多い方は多分そういう形でボンつって、ね、投げて、あとは自分の口座に残すとかっていうやり方もあるとは思うんだけども、でもそれはね、なんかその女性は寂しがってましたね。なんとなくね、お互いにいくらもらってるか分かんないっていう部分で、まあ、あまり干渉し合わない夫婦関係なのかなというところで、なんか寂しいですよねみたいなことはなんか言ってましたね。うん、だ実際にね、多分皆さん、まあ既婚者の方でね、自分のチャンネル見てる方もいると思うんですけども、もしまあ差し支えなければ、夫婦でね、どうやって今その口座を分けたりとか、それとも一緒にやってるのか、それとも専用口座を作っているのか、中にはペットの、ね、名前で口座なんか作れるんだよね、あれ。だからね、猫のタマとかさ、なんか犬のポチっていう名前でね、口座作って、そこに夫婦貯金やってるよとか、ね、名前が古臭いよねそれはね、まあいいとしてね、置いといて、まあ、そういったね、やり方をしてる、まあ、こういったやり方をしてるよとかっていうのがね、あれば、お聞かせ、願いたいなというね、なんだうまく言えねえな日本語はお聞かせ願えればというふうにね、思いまして、ぜひね、恥ずかしがらずにね、コメント欄の方に書いて、
見てください。あの関係ないあとコメント入れませんのでね今回はその結婚後 の, あの夫婦の口座とかやりくりとか、まあ、どっちがねあの金の管理をするとか、そういうものをちょっと疑問に思ったんで、実際に皆さんに聞きたいというね単純な動画でございますん で, でそしてあとはその独身の方は自分はこうしていきたい、私はこういうふうにやりたいっていう理想の夫婦になった時の理想のこの金の管理のね、仕方というか希望というのを聞かせていただけたらなと。皆さんどう思ってるのかなっていうね、あの別にだから、まあ、それによってなんかねこう、あ、すいません、参考にはそれはね自分もどうするのかなっていうね、どうしていこうかなっていうのは、まあ、どれがベストなのかなっていうところで、まあ、趣旨選択という部分では何らかの参考にねさせていただこうかなと。まあね、結婚できなかったらしょうがないんだけど、別に関係なくなるんだけど、まあ、大体そうだよね。もう次に俺が車を買った時、新車のまた車買いますんで、車買った時が婚活諦めたんだというふうにね思っていただけたら分かりやすいかなと。こいつ車買ったなと、あ、ついに諦めたんだなというふうに思っていただけたら、いいかなと。でその際はもう婚活ネタから一切離れますんでね、まあ、それが1年後なのか2年後なのか3年後なのか、ね、それとも明日なのかっていうところでは全くこれはね、分からない状況になってますんで、まあ、ちょっと話がそれましたんで戻しますけれども、本当か他人の家庭事情、ね、台所事情というか、その辺をね、まあ、気になるわねっていうところで、みんなどうやってねやりくりしてんのかなとかね。で意外とね、まだ30代20代に関わらずかなりねいい車乗ってる方もいるんでね、夫婦で子供もいてレクサスとかね乗ってたりとか、あとはまあ外車がね、BM ベンツ、アウディいろいろ、乗ってる方がねいらしたり、あとはでっかいランクル、トヨタのねランクル乗ってた、あれすごい税金高いんでしょ、あれ確か1年間で、ね、8万とかなんか10万近く、ね、する なるんだからよくわかんないんだけど、で YouTuber でもね結構ねでかい車で乗ってる方もいて、維持費大変そうだなとか思いながら、意外と維持費のかかる安い車俺も乗ってますみたいなところでね、でなんでね、じゃあそのなんだろう、軽とか軽自動車とかコンパクトとか俺が買わなかったのかって言ったら、単純にあの車買った時に俺派遣で働いてたんだよね。で派遣だとねローン組めないんだよね。で組めたとしても変なマチキンみたいなやつとか、あとね金利が高い業者しかね借りれなかったんでね。でディーラーローンが組めないというねすごい致命的なことが味わえまして、まあ、ちょうど前に乗ってた車が、まあ、ぶつけられまして、でまあ事故だしっていうことで結構ねプレミアがつきまして、車に俺の乗ってた車にね、多額の、保険金も入るということで、車を買っちまえということで新車を買いに行った。通勤で使ってるからね、通勤で使ってて、その頃は婚活なんて考えてなかったから、もう5年前だからね、婚活とか考えてなかったんで、まあ新車買おうと。で久しぶりにずっと中古で乗り継いでたからね、最初新車買って中古ずっと中古だったからまあここに来てね、あと何年乗れるか分かんないでしょ、もう70過ぎて免許返納しますんで、それまでにねあと何回か車乗れる数がね限られてるんで、だったら新車買っちまえということで、ぼそっと金をねローン組めないから大変なんだよ、で買っちゃったわけですよ。そしたらまあね排気量ちっちゃいくせに維持費はかかるわ、オイル代はかかる、ガソリンも燃費悪いわでね、今になってちょっと大変後悔していると。まあだからねここ2年ぐらいでは車を買おうかなというふうには、ね、ちょっと考えてたん でその車買ったら元の動画にね戻そうと思いますんで、車中泊とかね旅の動画とかねドライブシーンの動画とか、そちらの方の方たちに向けてやりますというね、まあなんとかね今のまんまでも、ね、応援してくれてる人はそのままついてきてくれたらありがたいなという話はねふうには思ってますんで、
一つよろしくお願いします。話はそれましたけれども、結婚後の、夫婦の口座とか、ね、お金の管理は皆さんどうしてるんでしょうかという動画でした。それでは皆さん、コメントの方お待ちしてます。ごきげんよう。じゃあね。